席ありがとうございます、はい、今回初めてイオンモール沖縄ライカムにて K-POP のダンスショーを実施することとなりました。ありがとうございます。コロナ禍になってしまってからはせっかく練習してもなかなか披露する場所が少なくなってしまったダンサーの皆さんで、コンテストなどで順位をつけたりすることではなく、ただただ日頃の成果を皆さんの前で披露する場所が提供できたらなと、このステージをご用意させていただきました。わー、いいですね。初めてということなので、こういうね、ショッピングモールで見れるのも嬉しいですし、そう、披露する機会ができたっていうのもすごくいいことじゃないかな。出演者側としてもね。で、順位も決めないということなので、そう、もうシンプルに見て楽しんでいただいて、踊る皆さんも そこから出るこのエネルギーをね、全部爆発させてほしい。そうね、今まで秘めていたものをね。そう。で、今ね、もしかしたらね、好きな曲とか、この曲知らないけど気になるなとか、そうね、出てくると思うのでね、私たちはもうちょっと勉強しつつ、そうですね、あ、この曲いいなーなんて思いながらね、ぜひ皆さんも楽しんでいっていただけたら嬉しいです。はい、はい、本日はですね、15組の応募がございまして、すごい、ね、その方たちを3つのグループに分けております。はい。で、5時半までの3回にわたりステージを進めてまいります。はい。で、先ほど A グループがね、はい、終わりまして、今からやるこのステージは B グループとなります。楽しみ。 A グループはちょっとセクシーでしたね。ね、セクシーだったね、皆さんね、はい、で、1、2、3、4、5組が終わって 6組目からの B ステージとなるんですが、はい、こちらもね、5組エントリーしていたんですが、2組ちょっと棄権してしまいまして、3組のステージとなります。はい、はい、さて、始まる前にお願いがございます。新型コロナの感染者が増えてしまっているのですが、しっかりと感染予防に努めながら開催していきますので、皆さんのご協力もよろしくお願いいたします。観覧に関しましては、声を出しての声援はお控えいただき、拍手で、皆さんの大きな拍手で盛り上げていただければと思います。はい、また密にならないようスタッフが誘導してますので、隣の方との距離を意識しながらご観覧いただきますようよろしくお願いいたします。お願いします。はい、2回からも3回からも、はい、たくさんの方が見ていただいておりますが、はい、これからね、あの、出演者の皆さん出てくるんですが、やっぱり先ほども言ったように、皆さんの拍手で、そうね、大盛り上げしていただけたらと。声は私が代わりに出しますか。出して、はい、はい、お願いしますね。じゃあ拍手の練習をしましょうかね。そうですね、みんなでやりたい。はい、じゃあどうしますか。どうしましょうか。どうしましょうか。どうしましょう。どっちがいい。じゃあ手前と後ろみたいな感じで。ああ、そうですね、座っている皆さんと、まあ、インサイドチームで、はい、インサイドチームの皆さんとアウトサイドチームで、アウトサイドチーム、はい、立っている皆さんね、はい、で、あの、分けて拍手をしていただいて、ね、はい、私たちがせーのって言ったら、ちゃん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 、最後最後、はい、どっちが大きい拍手ができるかでしょう。あ、それも勝負しましょうか。はい、はい、じゃあまずインサイドチーム、はい、座っていただいてる皆さん、ちょっと手を貸してください。そうですよ、外の方々に負けないように、外の方が人数多いですからね。そうですね、確かにね、はい、上にもいますよ、上にも。そうですよ、はい、では座っている皆さん、はい、手を貸してください。いきますよ、拍手ね、大きな音で拍手。あー、いいね、いいですね。あ、最後、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、みんなのバイブス伝わってきました。バイブスが伝わった。はい、じゃあ次はアウトサイドですね。はい、立っている皆さん、はい、2回3回も一緒全部ですか。あー、いいですよ、みんなチームですから。はい、わかりました。じゃあ、はい、外の皆さん、立っている皆さん、2回3回の皆さんも含めて、そう、大きな音で拍手、拍手、拍手。そうですよ、皆さん見えております。はいはいはい、はい、あ、いいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、インサイドの方がちょっとパッション感じました、ね、やっぱりね、はい、ありがとうございます、ご協力。じゃあ今、はい、練習した拍手で盛り上げていただけたら、あ、ちゃんちゃんちゃんまで行く、ちゃんちゃんちゃんまで行く、まあ、全員でみんなで、みんなでやる、全員でちゃん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 でスタートして。わかりました、はい、じゃあ、中に座っている皆さん、はい、で、外で立っている皆さん、はい、2階3階の皆さんも、はい、大きな音で拍手、全員ですよ、全員よ、全員、そうそうそう、もっともっと、みんなできる、見えてるよ、できるよ、はいはい、せーの、ちゃん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 、最高、最高、最高でした。はい、素晴らしい、ありがとうございます。いけるいける、うん、このようにね、あの、盛り上げていただけたら、はい、はい、嬉しいです。さあ、もう私たちがグダグダ言ってても、そう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 、はい、皆さんね、やっぱステージを見たいので、はい、早速行きたいと思います、はい、それではグループ B 始めてまいりましょう。エントリーナンバー6番 BTS
フェイクラブダンススタジオ123ボーイズ K-POP のお二人です。どうぞ。ボーイズ K-POP 代表として。なるほど。なるほど。はい、実は
絶対いる。どうですか、ダンスってやっぱセンスとかあります、うん、努力でなんとか頑張れるもの。うん、努力もそうだし、なんかこう気持ちで、こう表現の気持ちで、表現力、表現したい気持ちをね、はい、あれば皆さんぜひあのダンス始めてみてはいかがでしょうか。ダンススタジオ1、2、3、はい、ぜひお願いします。スクールの宣伝になっちゃったけど本当にすみません、ありがとうございます。いやいやいや、でもね、本当にねやりたかった、はい、やりたかったですね。今からでも遅くないんじゃないでしょうか。遅くないです、全然、はい、本当、うん、私先生みたいな、あんな足いけないよあれどんな人あんなすぐ立てないよ、無理だ、無理だ、勢いです、勢い勢いなんだあれすごかったです、素晴らしかった、すごくかっこよかったです。トップバッター務めさせていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ダンススタジオ1、2、3ボーイズ K-POP のお二人にもう一度大きな拍手をお願いします。最高、かっこよかった、最高です、トップバッターでした、はい、ありがとうございました。いやー、ね、もうどんどんいっちゃう、ね、黒と白で衣装も分かれててね、よかったよ、ね、衣装も見物ですね。あ、そうそう、なんかちょっとやっぱ違うな黒とはやっぱなんかちょっと勢い勢い怖いのよ、なんかこんなんやってたでしょ、怖かった、なんか今ちょっと表現とかじゃないから、はい、どんどん行きましょうか。はい、はい、エントリーナンバー7番、はい、TWICE の Yes or Yes です。マンナファイティングの皆さんです、どうぞ。どれくらい踊ってるの？週で2回くらいですね。
あ、そうなの？はい。あ、でもお家でも踊ってるんでしょ。ねえ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。なんかもう好きなのが伝わってきた、すごい。ねえ、この印象、この顔のね、表情も全然、なんていうの、この可愛いところとかっこいいところと決めるところがすごくてね。よかった。ニコニコすごく可愛かった。最初のフォーメーションも最高だったよ。あ、そうだね、そうだったね、本当に。ここ並んでる時、うん、入りたかったもん。いや、やめてやめて。私も入り、ちょっと一回入らせて、ちょっと並んで。一番最初のフォーメーション、一番最初の、うん、最初どうやってポーズするの？あ、右足が上げたね。やめてやめて。で、はい、はい、そこから移動するんで、はい、ワン、エン、ツー、エン、ゴー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 、やめて。最高。保護者入ってる。一人おばちゃん入ってるから。ありがとう。すごい適応能力。本当にね、歌いをしてくれて、逆申し訳ないけどね。最高。ね、可愛かった。どんな、じゃあ将来は夢はありますか？ダンスに関係ある仕事です。なるほどね、しっかりしてる。みんなそう？アイドル？アイドルになりたい。アイドル？すごい。寿司屋さんかな？あ、寿司屋なんで？なんで？なんで？アイドル、アイドル、アイドル、やっぱね、ポップアイドルになりたい。でも絶対になれますわね。これはなれますね。はい、はい、皆さん応援をこれからもよろしくお願いします。ということで、マンネファイティンの皆さんでした。ありがとうございました。最高。素晴らしい。ありがとう。すごい礼儀正しい。さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。最高。ありがとうございました。マンネめちゃくちゃ可愛いの。ありがとうございました。いいよいいよ、ごめんね、ごめんね、分からなかった。ありがとう、バイバイ。みんなバイバイって。いやー、これとっても可愛い。お母さんたち嬉しかったよね、絶対ね。本当にね、もうずっとね、あのカメラもカメラ、お母さんたちですか、もしかして。あ、そうですよね、やっぱそうですよね。最高だったね。ちょっと4姉妹目に入れてほしい。ちょっとやめてやめてください。それはやるから。全然違うから、年齢層一気に上がりますから。はい、ありがとうございます。で、グループ B、 次がもうラスト。わお、ラスト。そう、3組だから。まあでもいいよ、いいよ。はい、いっちゃおう、いっちゃおう。はい、皆さんで、ね、今までのようにね、はい、拍手でお迎えいただけたら嬉しいです。ね、はい、それではグループ B 最後になります。はい、アイコン、ブリンブリン、ダンススタジオ123、イトマンスクール、ボーイズ K-POP の皆さんです。どうぞ。Don't you?
八重瀬にはいないのよ私八重瀬なんですけど糸満の皆さんめっちゃかっこいい。よかったー、ね、じゃあ誰か代表で、はい、代表誰ですか。聞きたいな、ね、譲り合っちゃうよ ね、 ね、はい、あ、じゃあやりますか。ありがとうございます。こちらの、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ舞台に立つのは何回目でしょうか。1回目です。2回目初めて。初めてわお。え、お二人はどう、何回目。あ、4、5回ぐらい。うん、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 でしょ、わざとでしょ聞こえてたでしょ。そうそう、同じぐらい、4、5回ぐらいって。あ、そうなん。でも初めても一緒に。いや、初めての舞台どうでした。楽しかったです。すごいね、皆さんね、緊張したとかじゃなくて楽しかったっていうよね。やっぱいいね。すごいよね、本当に。どうですか、このグループ的に、うん、今日のパフォーマンス100点満点中自分で点数つけるなら何点ぐらい。なるほど、聞きたいね。100点です。100点ですか、最高。よかったもんね、楽しそうだったもん。なんか耕してるようにこんなのなかったよ。やっぱ違うのよ、ダンスちゃんとやってる方と。すごいよ、本当に。よかった、よかった。初めての舞台ってことは、うんうんうん、ダンスは初めてどれぐらいですか。ダンスは、このスクールは3ヶ月目で、はい、3ヶ月目の時に3年間部活で。ああ、なるほど。高校生の時にダンス部かなんか入ってて、それでまだスクールは3ヶ月目って。すごい。お姉ちゃんかっこよかったね。誰か見に来てるの。なんか喋り方おかしくない。あ、お母さんとか来てる。お母さん、私もまたなんかお母さんに行きたいことある。うん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 、何も言ってない。何の何も言ってない。何の音だはい、かっこよかったですね。でもいや、みんなに届いたんじゃないですかね。届いたと思います、はい、素晴らしい。最後のトリを務めていただきました。最高、はい、ダンススタジオ 1,2,3 イトマンスクールボーイズ K-POP の皆さんでした。大きな拍手をお願いします。最高、ありがとうございます。よかったです。よかったね。じゃあみんなでバイバイし、はい、バイ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 、あ、バイバイしてくれた。かっこいい。あ、かっこいい。こんなと振りみたいな。ダンサーは違うのよ。やってた今こんな振りみたいな。ダンサーは違う。はい、ありがとうございます、はい、B グループあっという間、あっという間の3組のステージをお届けしました。はい、まあ、でもまだ C グループがあるからね。そうです、そうです。この後16時45分からグループ C のステージがあります、はい、いや、見たい。だって A グループはどっちかといったらちょっとセクシー系なのが多くて。そうね、セクシーとかっこいい、ね、B グループはちょっともうちょっとかっこいいボーイズもいましたし。あ、そうだそうだ。 C はどうなるんですか ね、 C もね、5グループ、はい、5団体の皆さんがエントリーしているので、はい、もしお時間ございましたら見に来て、そして盛り上げてね、はい、いただけたら嬉しいです。お願いします。観覧席の整理券は朝の段階で終わってしまっているので、はい、整理券をお持ちでない方は上の階よりご覧いただけたらと思います。お願いします。で、今観覧席においでの皆様も入れ替え制となりますので、はい、終わり次第一度ご退席くださいますようご協力よろしくお願いします、はい、お願いします。それではお時間になってしまいました。K-POP ショーケースグループ B のステージは終了です。出場してくれた皆さん、最後までご覧くださったお客様、ありがとうございました。引き続きイオンモール沖縄ライカブでのお買い物、お食事をお楽しみください。 MC を務めさせていただいたのは